皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は4月4日木曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。法律が好きになったわけではない、自分らしくいられる場所が、自分の考えや疑問を曲げずに貫ける場所があることが嬉しくて、智子は法律の世界に飛び込んだ。この描き方がすごく良かった。誰かの決めた幸せではなく、私の決めた幸せを選ぶ、そんなヒロインを4話にして心から応援している。智子が熱唱したモンパパ、元は宝塚歌劇団で歌われた曲が、エノケンのレコードで大ヒットしたのが昭和7年。梅丸少女歌劇団がストライキを決行したのがその翌年。智子のモデルになった方が明治大学女子部法科に入学した年だ。リスペクトを込めて前作を意識した作劇がちょっと嬉しい。強い女性と弱い男性がテーマの歌、モンパパ。披露宴にはふさわしくない歌を歌っちゃって、みんなを怒らせるか呆れさせる流れかと思ったら全然違った。主人公の内面の静かな怒りを視聴者だけに伝える表現方法だった。実は初回から映像のあちこちで母の春がどれほど家庭を大切にしているか、どれほど丁寧にきちんと日々を過ごしているかが差し挟まれているのよね。家の隅々まで掃除と整頓が行き届き、花や小物が飾られ、栄養バランスの取れた食事が用意される。母なりの矜持と愛情がそこにあるのよね。自分は自分で子供を愛して家族を大事にしてきたつもりなのに、結婚がいいものとは思えないと娘から言われたら、じゃあ自分のやってきたことは間違いなの？と思うよね。春さんの気持ちもわかるよ。ここで智子の見合いと結婚を否定しちゃうと、自分の人生を否定しちゃうことになってしまうからね。願書って何？どういうこと？とか全く聞かずに全てを理解した春さん、すごく頭のいい人なんだと思う。春さん、智子の受験話を無視して結婚の話題を振る。智子に話をする隙を与えない。智子が結婚に乗り気ではないことも理解していて、智子が優秀なことも分かっているのに、春さんの背中に向けて話し続ける智子。きっと春さんも今の智子と同じ違和感を抱いていたんだと思う。いや、きっと今も抱き続けているんだろう。画面のピントは智子に合っていて、春さんの表情ははっきりとは見られない。でも伝わる春さんの大きな動揺。春さん、元旅館の仲居さんで、直子とお父さんに望まれて結婚までこぎつけたのか。そりゃあ結婚は女の幸せと思っても仕方ない。あの時代の旅館の仲居さんなら、中流階級でも上の生活なんて夢みたいなものじゃないだろうか。金銭的にはだけど、結婚で人生がガラッと変わったはず。確かに穂高先生は昨日から智子の話を遮らなかったよね。智子が話し終わっていても続けてと促していた。いろんな人たちの言い分や考えを全て聞いてから弁論を進めたり、判決を下す法律家の職業柄なのか、それとも女のくせにという差別意識が全くないのか、きっとその両方なんだろうなぁと思った。なんで女ばかりこんなニコニコ周りの顔色をうかがわないといけないのか。
怒りを押し殺して歌うトモコに我慢してくれてありがとうと声をかける花江ちゃんもそれを分かってはいるんですよね。なるほど、お父さんがトモコの受験に乗り気だったのも雄三が下宿しているのも穂高先生の教え子だったからか。雄三を見てるだけでほっとして癒される。いつも心配そうに様子を探りつつトモコを見守ってる。法律の本を持ってくる。トモコが穂高に合格だからと言われると自然と笑顔が湧き出る。トモコの歌に乗せて踊り狂う男性陣の中で唯一不安げにトモコを見ていた。その変化が本当に自然で嘘偽りがない。中野大我さん、ただものではない演技力で毎日が心浮き立つ。洋風にあつらえた日本家屋の内装を見られる朝ドラの楽しみ。トモコの家はお金をかけてて見応えがある。でも台所は北向きで西日がガンガン入る北西の角部屋。夏は暑くて冬に寒い場所でこの時代の女性は一日の多くの時間働いていたんだな。朝ドラ朝が来たの頃は女の生きづらさが描かれててすごく感動したのを覚えている。キーワードが女子の柔らかい力で当時は納得してた。虎に翼で言うところのしたたかなんだろうけど、女はしたたかじゃなきゃならんのかって問えるくらいにこの10年で社会がアップデートされたんだなって感じた。直子とお父さんの味方にしても戦力はゼロだけど、いなくなるとそれはそれで心細い存在。好き。トモコが歌い出して少しして一瞬表情がこわばるのよ。でだんだんそのこわばりが大きくなって抑えるために笑顔が四角い感じになるの。怒りがこみ上げるって表情をここまでできるトモコすごい。その怒りが伝わるから余計に泣けたよ。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。